吉野隆氏は、日本の実業家。インフォコム株式、会社代表取締役社長 CEO や、東方テナックス株式、会社代表取締役社長を務めた。大分県生まれ。1970年大分県立大分上野級高等学校卒業。1974年九州大学工学部を、下から2番目の成績で卒業し、教授の推薦で定人に入社。 1998年定人システム事業企画管理部長。2000年定人 IT 企画室長。2001年インフォコム取締役。2003年インフォコム CMOCTO。2004年インフォコムナレッジマネジメント本部長。2005年インフォコム CSO。2006年からインフォコム代表取締役社長 CEO として構造改革に当たった後、 帝人グループ執行役員を経て、2012年帝人炭素繊維、複合材料事業本部長補佐。2014年からは、帝人グループ常務執行役員と兼務して、東方テナックス代表取締役社長を務め、事業のグローバル化を進めるなどした。AB 東方テナックスた、吉野隆主研大ビジネス、在京大分中学。 大分上野急行行動総会開放大分上野急行行動総会2010年3月9日証券報告書インフォコム中核事業は4つ用のクローバー体制見直し利益を情報修正インフォコム代表取締役社長 CEO 吉野隆氏日経 X テック2010.0112堅実かつ着実な成長戦略描く 吉野隆インフォコム社長 CEO、吉野隆週刊、BCN2010 年7月29日19時37分、インタビュー、定人グループ常務執行役員検討法、テナックス社長、吉野隆氏日刊工業新聞2015年2月27日5時。ありがとうございます。